アヤには手を出すな。祖父には内緒でな。妹のあの力は驚異的で、まだ未知数だ。いろいろ確かめたいし、調べたいこともある。北斗ちゃん！スバル。はあ、いいなパソコン。せっかく人型してんだから、こうめちゃくちゃ可愛いやつ落っこちてねえかな。なきゃねえか。つまりは軽量化の一言につきますね。いかに軽くて丈夫な素材を使い、大きな翼を作って揚力を得るかが人力飛行機の全てです。その分機体は非常にデリケートになるんですよ。生まれたばかりの赤ちゃんの肌よりも傷つきやすい。はい、そろそろ食事の時間かと。どう、極端すぎる。やつが異空間から浮上するとき、空間に揺らぎが生じる。あらかじめ予知することは、出現直前の気配しかわからない。マヤマ、どうしたの？この取材以来なんすか。バレンシア美術館の増築部コンペで優勝し、完成までスペインで活動されるそうですが、その前に取材したいって書いてありますけど、これ本当なんですか？土方くん、いい加減にしてくれ。俺はな、俺が行こうとするところはまたお前が来てんじゃねえかと思って、逆に行きたくないところに行こうと思ったけど、お前のために行きたくねえところに行くのは嫌だったので、自分に素直に行きます。ん？あれ？作文？とか思ってここに来たらこのざまか。うぐん、意地悪。そうだ、あゆ、携帯とか持ってたら番号教えてくれないか。携帯って何？本気で聞いているのか。うん、携帯電話のことだ。携帯電話って電話の親戚？ああ、今日は水曜日かなどと考えつつ魔が差してしまったんだろう。それ以外に思い当たる節がない。曜日で髪型変えるのは宇宙人対策か。鈴宮春日に話しかけていた。いつ気づいたの？ちょっと前。あ、そう。だったらそうしてくれ。ジアースの中でもどこでもいいから隠してくれ。あいよ。それともう一つ、俺は必ず逃げずに戻ってくる。だから強制的に連れ戻さないでほしい。も床に落とさないままバラせたよ。見た？見た？うわっ、すっげえスッキリしたけど、どうする？人生は楽しい。そう1日1万回唱えてみろ。頭がおかしくなって本当に全ての苦痛がなくなる。オッケー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 。悲しさ乗り越えて俺は今より高いステージへ進化したな。そう思うだろうお前ら。素晴らしいよ、素晴らしいよ。人生は、こいつはワクワクしてきた。俺の OK の方が OK じみるほどに OK すぎるぜ。お前ら何か楽しい話をしろ。
うん、似合ってるよ。それより本当にいいの？せっかく休み取れたんだから、もっといいところに。いいところだよ、一番。そうだね、一番。とにかく私は旧大好きの旧道楽。他人に言わせるな、旧好きここに極まるって感じです。そうそう、旧ゴールデンウィークが過ぎれば旧母の日ですね。なんでてめえがここに嫌がる。いや、そんなことよりてめえには聞きたいことが山ほどある。だがその前に一回ぶった切らせろ、エンテメブラッドカイン、リンクリンクワッライダー。その通りでございます。バトラ様はお嬢様の北風と太陽作戦でかなりショックをお受けになったようで。ほう。膝を抱いてうずくまられて、お声をおかけしても返事もされません。中継手の無能な奴らの陰口なんかに興味はなかったが、結局上には上がいるってね。バカらしくなって水泳をやめた。あっ、ハッキ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 。ああ、これはこれは、とっても素敵なレディーたちですね。どうです、当店自慢のスイーツのお味は。おっと、いきなり失礼でした。私はこの店のオーナー、オスカー H ジーニアスです。もしよろしければレディーたちもお名前。風が強くて全く読めねえ。失敗したな、河原で本なんか読むんじゃなかった。ゴーラン、いつまで教室に残ってるの？早く帰りなさい。誰だ？それとも先生の特別授業のために待ってたの？タダクニキュン。従順すぎるより反抗的な方が調教しがいがある。その表情、良いぞ良いぞ。いいなずけ殿は一見 S を装っているが、その実 M の素質があるようだ。誰が M だ。私は S、 相性もバッチリだな。ちなみにお前も S だな。しかも表に出さない分、私よりさらにねちっこい。私のワールドではない。人は必ず S と M に分かれているのだ。私は一目見ただけでそれを見分けることができる。お前は M、 お前は S。 食べたいか、食べられたいか。食べたい。 S。 そうなのか。お前は S。 近寄るなって言ったでしょ。グイッ。さあ参ろうかい。エシリシの報告は緊急を要するが、リサリサは風呂に入ってるから30分したら来いって言ってたな。ふん、30分待てって言うんなら仕方ねえぜ。30分待つのはリサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。ナイス。この子は俺の招待客のようだ。そうか、では俺はこの2匹で相手をしよう。2匹。俺は岩タイプのポケモンを得意とする。ねえ、僕、部活忙しいんですけど。あの、え、あ、うはい。1の10、あっちですよ。なんでついてくるんですか。いや、別に。そうですか、
じゃあ僕行くんで。じゃあ終わったんで帰ります。は、え、私まだ。ご相談を何から守ればいいのでしょうか。ん、この壁の中で王政に逆らう者など聞いたことがありません。ちんけな犯罪者はいても、組織単位で歯向かうなら壁の外に拠点でもない限りは考えにくいですし、そもそも動機が不明です。もう。護送馬車は45分後に外門を通過する。現場に着いたら各自持ち場を確認しておけ。いいな。へいへい。